ウクライナ軍がザポリージャ州オレホボ周辺で反撃開始の兆しを出ているという情報を得たよ。ロシア軍はウクライナ軍の動きを見て後退しているみたいだね。東部戦線のロシア軍も補給路が断たれて食料や弾薬が到着しない状況が出てきているらしいな。さて今回は、そんなザポリージャ州での動きについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年4月に入り、新たに西側諸国からの新型戦車などの供与を受けたウクライナ軍が、反転攻勢の兆しが出ており、特に激戦地になる可能性が高いと予想されているザポリージャ州のオレホボ周辺に展開している。ウクライナ軍部隊の威力偵察とみられる活動が活発となって、ロシア軍との小競り合いが増えていることを軍事系のブログで確認したよ。オレホボ近郊では、これまでロシア軍の占領下にあった地域にウクライナ軍が進出している証拠の動画が SNS にアップされていて、その映像はウクライナ軍の陣地に向けてロシア軍がドローンを使って投降を進めるチラシを巻いている様子が撮影されていたね。この動画の背景から見て、同じくザポリージャ州のバシリウカからオレホボを結ぶ幹線道路 T812 が、ウクライナ軍の支配下にあると読み取ることができ、これまでウクライナ軍が陣地を設置していた地点よりも南に 5km ほど進軍しており、ロシアの占領下にあったノボニリフカまでも奪還した可能性も十分に考えられるぜ。最近の SNS を見ると、オレホボやドニプロ川沿いのバシリウカ周辺で撮影された動画や画像が増えていることから、この地域がウクライナ軍の次の目標であるか、もしくは、どこか他の地域での反攻計画を義方とするための動きなのかは、現時点では不明の状態のままだね。ウクライナ軍が大規模反攻を開始する時期は4月下旬もしくは5月に入ってからなどの憶測が飛び交っている中で、ゼレンスキー大統領は西側のパートナーから送られてくる弾薬を待っていると述べており、これを意味するところは EU が合意した加盟各国の備蓄分から 155mm 榴弾砲弾100万発以上を提供されるといったことを受け、これら砲弾がウクライナ軍に行き渡ってから実施されるのではないかと見積もられているんだ。砲弾の矛先についても様々な計画が用意されているようだが、それらの中で最も有力とされているのは、ウクライナ南部のザポリージャ州のドニプロ川東岸からドネツク州南部までの地域の戦線を突破して、そのまま一気に南進してアゾフ海まで突き抜ける作戦だな。この作戦を決行することにより、ロシア本土とヘルソン州とザポリージャ州に展開中のロシア軍部隊との通信を妨害することができ、補給路を断つとともにアゾフ海沿岸のペルジャンシク周辺に到達すれば長射程のロケット弾や榴弾砲弾によって、クリミア半島とロシア本土をつなぐクリミア大橋を完全破壊することも可能となるわけだぜ。昨年10月に車両型 IED で被害を受けて現在復旧中のクリミア大橋を完全に破壊することができれば、ヘルソン州、ザポリージャ州、クリミア半島、それぞれのロシア軍が孤立して、補給路を断たれた末に降伏せざるを得なくなってしまうだろうね。オレホボ近郊でウクライナ軍が活発な動きを見せていることから、ロシア軍の構築した防御陣地の弱点を探り出す威力偵察であるとも予想され、メリトポリやペルジャンシクと幹線道路で繋がっている交通の要衝であるトクマクを奪還するのが自然な流れなんだ。南部戦線においてはヘルソン州を流れるドニプロ川を溶かして、防御陣地が手薄だと予想されるクリミア半島北部のジャンコイやメリトポリを目指す作戦も考えられるけど、ウクライナ軍には供量がないタイガを溶かできる能力がないことを、アメリカ側が指摘していることからその可能性は極めて低いと言えるよ。また、ドニプロ川に架けられていたアントニフスキー橋とその隣の鉄道橋は昨年ウクライナ軍が完全破壊しているため、残るノバカホフカの水力発電所のダム上を通る橋の損傷具合次第で今後の動きが変わると言われているんだ。しかし、このダム上の橋についても、以前にウクライナ軍がハイマースによる GPS 誘導ロケット弾によって、大型車両が通行できないように穴を開けており、その後、さらにロシア軍によってダムが崩壊しない程度に破壊されたとの情報もあり、戦車を含む大部隊は渡れないと見ても良いだろうな。それから、
ドニプロ川下流のムイコライウ州のウチャコフから対岸のキンバーン半島に溶かする動きがあったことが伝えられたが、これに関してはアメリカをはじめとする NATO 諸国から水陸両用作戦のサポートがあれば可能だぜ。以上のことから、南部戦線において機構部隊による総攻撃を実行するには、オレホボからトクマク、あるいはドニプロ川沿いにあるカムヤンスキーからバシリカを経て、ミハイリフカとトクマクを奪還する作戦が最も有力だね。また、昨年9月にハルキウ州を奪還した時のように、この南部戦線におけるアゾフ海内通作戦を陽動として東部戦線に進編された機構部隊を投入して、弱体化しつつあるバフムート周辺のロシア軍を駆逐して昨年7月に制圧された。リシチャンシクとセベロドネツクを奪還することも視野に入れておくべきだと思うよ。仮にロシア軍が昨年のハルキウ州での反攻時のように総崩れになれば、バフムートから南下して州都ドネツクを北と西から挟み撃ちすることもできるんだけど、この地域はもともとウクライナの親ロシア派武装勢力の拠点でもあったため、住民も親ロシア派が多く、ロシア本土にも近いことからロシア軍への補給も容易であり、ウクライナ軍へ抵抗する姿勢を見せる可能性が高くて逆に兵站を立たれることも十分に考えられるね。あるいは、ハルキウ州方向からルハンシク州のスバトボを攻撃して、ルハンシク州北部を奪還するルートを選択する作戦も考えられるが、この方面もロシア本土に近いために激しい抵抗を受けることと、戦略的に重要でない地域であることから除外して良いだろうな。春の反攻作戦の時期に関しても様々な説が論じられており、ゼレンスキー大統領はウクライナが勝利を手にするために、軍は積極的に準備を進めているとして作戦開始が近いことを匂わせ、2月に大統領から留任を言い渡されたレズニコフ国防相も天候にも左右されるが、早ければ4月か5月のどこかで開始されると示していたよ。この反攻開始時期に関しては西側諸国からの戦車と弾薬の到着のタイミングによるとされており、各国から供与されるレオパルト2やチャレンジャー2の体制が整うのが4月中旬頃になると見られていたことと、やはり雪解けからのぬかるみが解消されて地面が固まる4月下旬または5月上旬に大規模反攻作戦が開始されるのではないかと予測されているんだ。また、ウクライナ国防省は国内メディアに対して反攻作戦の開始時期に関して我々は回答する権限がないので質問しないでほしいと伝えており、この時期をウクライナで公に発言できるのはゼレンスキー大統領、レズニコフ国防省、ザルジュニー総司令官の3人だけだろうな。ただし、オレホボから進軍してトクマクの奪還が成功し、さらに南下してメリトポリ奪還を目指すにしても、こちらを陽動作戦として東部ドンバス地方のドネツク州バフムートの周辺からロシア軍主力を追い込んで、セベロドネツクに進撃するにしても、ロシア軍は U の葉などの強固な防御陣地を構築していることが予想されるため、かなりの激戦となって多くの血を流し、かつてないほどの大規模な地上戦が展開されてウクライナ軍の広大な戦車の墓場が出来上がるかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。